じゃあコーチどうですか、浜田コーチと。そうですね、あんまり試合したことないので、でもサーブだったりとか、全体的にペース、テンポが速いと思うので、それにしっかり対応できるように、打ったらすぐ構えるところを意識してきます。なんか似た者同士かもしれないですね、その辺は。そうですね、結構似てると思うので、頑張って対決に。頑張りましょう、はい、お願いします。じゃあ浜田コーチ、はい、初登場ですね。初登場です、ね、はい、戻ってまいりました。お帰りなさい、はい、どうですか藤原コーチと試合で。そうですね、若手のバリバリイケイケの今乗りに乗ってると思うんで、でもとりあえず5点、目標5点でいきます。5点、5点だけ頑張って。スーパータイブレークって何点取るか知ってる？10点ね。10点で、はい、頑張っております。OK、はい、じゃあ1本ずついきましょう。はい、ありがとうございます。はい、いきましょう。ちょっとペースの速さにやばいですね。想像してたら5倍速い。まず1本突こうから。いいですね、ナイスショット。ラス。サーブで反応きついですね。そうですね。向こうも向こうでやっぱサーブいいから。うん。じゃあいろいろと考えていきます。はい。どうですか折り返し。そうですね。ということで、サーブ良すぎるんで対応を考えないといけないんですけど。早すぎて目が追いついてます。ちょっとあれだけ早いの受けるの久々かもね。そうですね、なかなか受けないんで、試合もあんまりしないんで、ちょっと慣れて、短い間ですけど慣れていくしかないかなと思います。そうですね、早めに慣れての決戦 ね、頑張ります。今日いい感じですね。そうですね、ちょっとサーブがいい感じなんで、浜田コーチもめっちゃサーブいい感じなんで、自分のサーブゲーム、サーブの時にやっぱ弱気にならないようにちょっと強気でしたね。そうですね、ファースト今日めちゃくちゃいいからね、はい、頑張ります。この調子で、はい、行きましょう。久々にちょっとラリーからの展開でしたね。リターンはとにかく頑張って返して、そこからラリーで自分のペースに持っていけるように頑張ってはい。
いいですね、サーブ。あとちょっとさっきのポイントダブっちゃったんですけど、まああれはちょっとセカンド攻めて見せたので、まあ、前向きに捉えて強気でいきました。さすが。得意のアグレッシブさが、もう今日は気持ちで負けないように復活させてもらいます。どうですか、マッチポイント握りましたね。そうですね、今日はすごい調子がいいので、勝ち逃げりせずにここからしっかり自分のプレーで勝てるように頑張ります。まだ試合終わってないからね。そうですね、そうですね、気を緩めないように、はい、注意します。お願いします。顔がすごい顔してるよ。いやー、押されてますね。ちょっとね、スピードに慣れてない感じが、ね、久しぶりあんな速いので試合してる。そうね、あと2点それで目標まで。そうですね、うん、あと2点頑張ります。もうちょいくらいつこう、うん、よし。ナイスサーブ。出す。まあ、あれで落ちて、落ちていくしかないですね。そうですね。まあ、で、次レシーブなんですけどね。はい、お疲れ様でした。じゃあ、じゃあ、浜田コーチどうでした。はい、あと1点やった。目標まで。いやちょっと久しぶりに学生のことやって、やっぱ球のスピードが全然違うなっていうのが日々練習やなと思います。はい、ありがとうございました、ね、まあまあ、復帰して1ヶ月半ぐらいかな、今。そうです ね、まあ、またここから一緒に練習していきましょう。はい、ね、頑張ります。お願いします、はい、ありがとうございました。前回より調子だいぶ良さそうな感じがありますね。前回小島亮コーチに負けてからちょっと悔しくて、めちゃくちゃ練習してきました。やっぱ心なしか画面から見てても黒くなりましたね。本当ですか。前回より。いや、もうちょっとここ負けた試合から外でもしっかり練習して、やっと調子も上がってきて、で特に今日はサーブが良かったので、やっぱり短期決戦はサーブが大事だなっていうのは本当によく分かりました。確かに前回でサーブからの展開すごく良かったですね。そうですね、やっぱり強気でいくのが大事だなって思いました。勉強になります。ありがとうございました。ありがとうございました。